さあ移動して4階に来ましたけども、大至急、はい、まずテーブルですか、椅子ですか、椅子テーブル焚き火台、いけるかな、いけるかなこの感じで。あこれぐらいなんだろうな、高さ的には。そうですね、そうですね、ローチェア、まあベタなのはこういう、これがねヘリノックスっていうね、ヘリノックスみたいな形のこれ、はい、おこれこれになるんですよ、はい、え、はい、この椅子これで持ってきます。マジか、これヘリノックスって言って、はい、結構有名なこういうこのコンパクトで座り心地のいいっていう椅子を作ってます、はい、うんうん、これちょっと座ってみてください。これね、正直ねいいんですよ、包まれる感じですね、これ。あ、めっちゃいい、うん、でもこれめちゃくちゃ軽いんですよ。すげえ楽だ。持ってみてください、これ椅子。クソ軽くないですか。え、なんでこんな軽いんだ。これちょっといいですね。え、すごい。で軽くてこのコンパクトで持っていけるっていうのが売りで、は、うんうん、ただ他の椅子よりはやっぱ若干小さめなんで、うんうんうん、っていうのこの良さがありますよね。でちょっとこれの背もたれがあるバージョン、ちょっと背もたれあった方がいいよねっていうパターンで言うと、でもさっき、ま、結構大事って言ってましたよね、その首こうできるかどうか。そうそうですね、うん、あーでもやっぱ寝れるな。いやこれはね落ち着いて、本当焚き火の前で寝ちゃう人多いですもんね。そうですね、寝ちゃいますね、うん、高さでも同じですもんね。そうですね、そうす、高さは一緒です。背もたれがあるかないか、もっと低いのもありますけどね。うわ結構いいかもこれ。で焚き火とかを楽しむ場合、はい、ちょっとこれ出しちゃいますけど、あーはいはいはい、まあ、この例えばこれちょっとカーミット型というか、カーミットタイプ、カーミット型、これ組み立てなくていいんですよ、これもただ単に畳むみたいな、畳めばいいだけってい う, うん、なんですぐ座れるし、ちょっとね座面が硬いんですけど立ちやすかったり作業がしやすいみたいな。あーこれはこれででもやっぱ しっかりこう、そうなんです、そうなんです、安定感はありますね、うん。でやっぱあっちはふわってなるんで、ちょっと立つまで一旦ちょっとこう、よっこいしょですね。これは割とスッと立てちゃうっていう。あ、ほんとだ、しっかり、そう、しっかりあるんで。わ、でもどうなんだろう、自分の多分あのテントの中でのこと考えたら多分寝るもんな、こう音楽聴きながら、ね、こうやってなるから。となるとこういうこっち系、こっち系ですか、ね、あった方がいい気がするな、うん。あと肘置きとかも大事そうですね、あるないで。肘置き大事っす、あるといいですよ。あ、これ結構いいかも。これめっちゃいいな、はいはい、気になるの、どんどん座るのが一番ですね、多分。そうですね、ちょっと番外編ですけど、あそこにね最近流行りのコールマンインフィニティチェア、あ、インフィニティチェアありますから。これ、はい、これはとんでもないです。マジっすか、マッサージチェアみたいな、はい、もう座るじゃないですか、これまさか形的に、はい、座るじゃないですかってことっすよね。こういうことです。うわ、これは星を見れます、これはもう。これやばいじゃないですか。うわ、いいなこれ。もう本当に寝るようですね、はい、寝るようですね。でもこれちょっとやっぱまあデメリットとしてはでかいんで、でかいっすね、あのテントだとちょっと大きいっすよね。そうですね、もうちょっとなんか大きなテントになってきたらこういうの1台持ってっても面白いかもしれないですね。うわ、どうだろう、座面とかね。いやでも僕背もたれあれ欲しいな、首のこれは。なるほど、うんうんうん、って考えると、さっきのこれはね、これは気持ちいいですよね、こうあるとね、気持ちいいですし。でこれもここに収納ケースがあるので、これの中に入ります。あ、物入れるんですね、はい、いや、じゃなくてこれが椅子が、あ、これが全部ここに入る、これにちっちゃくなるサンセットチェアみたいなやつが。おお。あ、これそうですね、あ、これめちゃくちゃいいじゃないですか、これ相性良さそう、はい、あのテントと。僕も持ってますけど、まあもう本当最高ですよ。え、マジっすか、はい、しかもこのクッションもね。クッション、ちょっと待って、クッションは買っちゃう。一回なしの状態ですか、一回とりあえず椅子を。あ、それいいよ。おー、ドンピシャ、ドンピシャだ。色もドンピシャだし、この色絶対合うっすよね。合いますね、本当に。いいと思いますよ、高さもいいし。
テントに入るかどうかでいうと、もうちょい低めのもあるんですよ。あ、本当だ。あ、本当だ本当だ。なんかあのテントだとこれぐらいなのかな。そうですね、低めだけどちゃんと首も預けられる。あ、来た来たな、これ来た、これだ。片瀬さん、そこの横にね、そういうのもつけるんですよ。ドリンクホルダー、ドリンクホルダーとかね。これ絶対必要だな。実は必要です、そういうのは。あ、他にもいる。今のやつのこの低いやつなんで、うんうん、これお買い上げってことで大丈夫ですか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください見させてくださいよ。あ、こんなちっちゃくなるんですね、うん、また袋の風合いもいいですね。めっちゃ可愛い、ね、袋。あ、こんな白いところいいですね。うわ、どうやって組み立てなきゃ。はい。あ、でももう簡単ですよ。これも簡単です。これフレームに。ああ、そうなってるんだ。はい、そう。ショックコードっていうね、ゴムで中つながってるんで。一本一本刺してなんかこう回したりとか必要なのかと思って。ポコポコってはめておくだけです。はめて、これを上からかぶせるだけです。これ多分こっちがいいかな。こういう。で、上からかぶせて、このスリットに。これ手際の悪さがもう物語ってますね。いや、もうほんとすぐ慣れますよ、初心者で。下をはめると、で、割とギュッと、もうその、うん、鉄をギュッと、そう最後だけちょっと力がいるんで、グッと。あ、OK です、OK です。あ、これだ。はい。あ、素晴らしい。おー、うんうん、あ、いいこういうことっすよね、多分。そうですね、そういうことですね。寝ちゃうっていう、そういうことですきっとこういうことなんだよな。そういうことですね、きっとこういうことですね。はい、この高さの方が良さそうですね。うん、で、このブラウンもいいですね。うん、すごくいい、あれ合いそう。うん、よし、これにします。お、カズさん、一旦じゃあこれも一回いっちゃおう一応、うん、うわあ、気持ちいい。よし、クッション セットでクッションセットでお願いします。早っ、お買い上げですこれ。はい、クッション、待って、でも可愛いぞ、色が。色がね、いろいろあるんでね。他にもある。あ、いい、これもありますね。これにします、この色で。はい、うん、素晴らしい。オッケー、すごい、いいですね、決まりましたね。じゃあこのセットでいきます。はい、椅子が決まりました。テーブル見ます。テーブル見ましょうか。ソロ系のテーブルだと、あちらのソロコーナーっていうのが。あ、なるほど。あ、じゃあ小さめいきます。はい、はい、うわ、ちっちゃ、うんうん、あー、なんかいいぞ。あ、メッシュ、メッシュ、しかもブラックでいいですね。メッシュは便利ですよ。メッシュ便利ですか？いろいろかけれたりとか。そうだし、なんか熱いものを置けるんで。あ、正直やっぱこういう木だと、熱いのを置いたときに、あの、後ついちゃうんですよ、メスティンとかの。そこもかっこいいですね。そのこれもね、ちょっと見てください。かっこいいじゃないですか。いや、もう鉄板。鉄板、うん、周りが木の。フレームで。あ、これいいな。これどういうこと？これテーブルですか？テーブルです。あ、これも厚いの置けますね。そうですね。で、下に物も置けるっていう。これいいな。それコンパクトになるんじゃないかな。うん、多分これ畳めますね。うん、多分これ、多分カシャカシャカシャでちっちゃくなる。さっき畳めかけた。こうやって。それ取れる。あ、これ外してで足を折り込む。うん、多分足折り込むだけでいけん。そうですね。足折り込む。そう、足を中に折り込んじゃって。あ、もうこれ？そういうことですね。そうそうそう、それで運べるですね。それと一緒に。多分それも中に入りそうですけどね。うん、中に入るんでしょうね。裏に。あ、その中に入れて閉めるんですね、多分これ。あ、そうそうそう。え？うんうん、あ、そうですそうです。え、すごくないですかこれ。キャンプってこういうことですよね。ここどんどんミニマムになっていくってことですね。スタッキングって言われるね。そうですね。え、これめっちゃ組み立てやすいし、いいな。それ意外といいですね。これなんかめっちゃ重宝しそうだけど、うんうん、ここがこの突っ張りにこうやって止めちゃって、かければっていうことですね。でも、はいはいはい、あ、簡単。これでいいってことか。あ、めっちゃ簡単。でもあの椅子でこんなもんだもんな。
多分、うんうん、確かそうそう高さ大事ですね。あ、一応持ってきてありがてえ試してこれもどうだろう、これちょっと低いのかな、テーブルが低い、どうすかね、ちょ、まあ、若干低いですかね、ちょっと低いですね。でも、まあ、ソロだったら正直そんなもんでも別に全然いいですよね、うん、お酒置いといたり、うん、白カップ置いといたりっていうようなもんなんで。鉄もやってみますか。はい、こっちの方がちょっと例えばまあここにこういうものが置いてあって、うんうんうん、まあ、ここよりさ、あの高さ出るじゃないですか、お酒置いてあ、そっか、結局これが一番下なだけであって、ここにまあコンロっていうか置いたりと か, かあ、これちょっと高めですかね、若干ね、あ、それいいですね、これいいじゃん、これ。じゃあこれ一回、すいません、ありがとうございます。あー、これ結構好きかもな。そうそう、これかもしんない、これかもしんない、うん、例えばこういうガスバーナーがあって、増えてきた増えてきた増えてきたぞ、こういうのがあって、でなんかバーナーですね、バーナー、うんうん、こういうのがあったりとかして、うん、あ、そうか、こう立たない、うん、あ、ちょ、チロ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 、ちょっとあのお当てをこの辺でこうちょっとふつふつアヒージョとかやったりとか、いいっすね、熱燗作ったりとかして、いやこれだな、高さ的なことと、あとは結構好きかもっす、この網がメッシュ、うん、メッシュテーブルブラックと、これも結構薄くなりますよね。そうですね、もうちっちゃくなるんで、そんなもんってことですよね。そんなもんですね。自分の中でテーブル買ってこういうイメージでした最初、うん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 、あのメッシュというかこれぐらいの方がいいなと思ってたんで、いいですね、すげえいいグラス、あこれいっぱい持ってんだよなでも欲しいな。まあそれでコーヒーを飲んでとかね、これちょうど高さいいかもしれない、いいかもしれない、はい、すごい楽っすね、はい、もう体を起こすだけでこう届くんで、さっきのだとこうちょっとこういかなきゃ、ちょっと前かがみになるね、これにしようかな。お、メッシュテーブルにしますか。ちょっともう一個今、他にもおすすめのテーブルが。マジっすか。あ、これもいいですよ。これは大定番。大定番です。焚き火テーブルっていう。焚き火テーブル。あ、はい、ちょっと高い。あ、もっと楽になるわこれ。焚き火テーブルっていうんですか、はい。もしかしたら色的にはこっちのがあるのかもしれないです、ね。あのテントには、はい。これもいいな。これもちょっとなんか切ったりとか。それになる、薄くなりますね。それで持っていける、足が全部入るんですよ、裏側に。うわ、あ、そうか、熱もいけるし。そうですね。そっか、まな板代わりにもできるってことですか。そうですね。そうですね。しっかり綺麗にすれば、はいはい、これはね、好みなんで、ブラックのメッシュがいいってなったら、うん、若干低いけどこっちでも全然ありですね。でもこれもやっぱ少年テントに合いそうな感じですね。そうですね。こっちのこのウッドの感じは、うんうんうん、あの自分が選んだテントには合いそうですよね。そうやってスタイルに合わせていくんですよね。そうなんですよ。色とか考えないと。いや、こっちかな。お、用途考えた時になんか乗せれたり切ったりとか、うん、楽だと思うんで。そうですね。これにします。これにします。はい、ユニフレームになりました。はい、こっちにしました。ユニフレーム。いや、続々と決まっていた。はい。これ色、カスタムしてる人いっぱいいて。ここに塗るんですか？これ塗ってこういう色にしたりとか。うん、あと、ここにこういうフレームつけて、さっきみたいにかけれるように。かけれるようにしたりとか。まあ、多分これニスとかで塗ってもめっちゃかっこよくなるし。かっこいいですよね。で、ここは多分経年劣化でめっちゃかっこよくなるので。うんうんうん、いいんじゃないですかね。さあ、焚き火テーブル決まったところで、はい、タイムアウトです。まあそうなりますよね。はい、もうね、ここあそこに焚き火台めっちゃ見えてるんですけど、いや届かなかったか、あそこまで間に合わなかったな。あそこ行きたいですけども、まあ、今回はこれでお会計ということで、はいはい、もうこの後オープンしちゃうんですもんね。そうですよ、早くしないと。
そうだそうだ、はい、もうじゃあもうカメラ止まってからだな、焚き火台は選ぶんかいさあ、笠原さん、はい、今回買ったもの一式揃えましたけど、はい、どうですか。いや、結構いい買い物ができたんじゃないかなと。合わせずにテントと椅子、はい、別々で買ったけど、うん、合わせてみるとどうすか、全然いいっすよね。違和感ない感じですか。違和感ないです。色味も統一されてるし、はい、またテーブルもちょうどいいし。テーブルも良かったっすね。ね、うん、あとは横に焚き火台があって、焚き火台ね、後ろにね、ホットがあって、ホットがあって、寝袋があってと、最高じゃないですか。いや、結構見えてきました ですね。この基本にして、あとはもう好きなものを集めていくっていう形にしていけば、そうですね、はい、結構もういよいよな段階に入ったですよね、はい、でもマジでワイルドストックで、はい、キャンプデビューを一緒にしませんか。いいんすか。もちろんです、もちろんです。僕逆にキャンプデビューはもうワイルドストックさんだと思ってたんで。やった、ありがとうございます。あ、そうそう、言ってくれたなっていう。遅かった、待ってたんですね。いつ言ってくれるんだろうなと思ったんで。一周行きましょう。はい、ぜひです、本当に、ね、はい、細かいのはもうちょっと自分で選んで、うんうん、そのまあお披露目じゃないですけど、そうですね、あ、そういうの揃えたんだね、はい、みたいな、はいはい、だからここからちょっと揃えてもらって、はいはい、あの次のキャンプで、うん、笠原さんの一旦のサイトが出来上がりました、うんうんうん、ましたというのをワイルドストックで、ね、で夜な夜なもうお酒飲みながらの撮影をしたいと。あ、最高、はい、だってね、スタッフもみんなキャンプ好きなんで、うん、はい、もうみんな多分泊まると思います。もうみんな飲んでもう定点でいいからさ、はい、もうこっちが動くんで、こっちがもう動き回るんで、ね、やりますね、はい、いや楽しそう。いやちょっとなんか嬉しいな、すごい。いや、いいですね。おもういいっすよね、いいっすよね。そう、これ正しいキャンパーです。そうそうそう、これ見ちゃう、自分のサイト見ちゃう。あ、マジですか。ちょっと遠くから見たくなるっていう。うん、中にいる景色とこの引きの、これちょっといいな、いいぞ、ね、こだわり出しちゃうな、こ細かいのも。こっからそんなにカメラに背向ける人いないです。10年もやってるのに、この人10年やってボンミスしちゃいました、ね。いや、良かったっす、はい、めちゃくちゃいい、あの最初のこのスタートアイテムじゃないですけどね、はい、揃えられたんで。じゃあ2人で行きましょう、今度ぜひよろしくお願いします、はい、さあ、というわけで次回キャンパーデビュー、キャンパーデビューすると思います。はい、はい、今回のゲストは笠原さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。カードです。